サムネに釣られた変態さん、こんばんは、公平ひよしです。今日はですね、ヤオヨロズおっぱい、間違えた、ヤオヨロズモモを使っていこうと思います。これはヒーローアカデミアコラボのキャラで、マシンタイプで炎光なんだよね。これでわかる人は結構いると思うんだけど、今日はアントマンとアイアンマンのサブで使います。ヤオヨロズモモ覚醒が非コンボ強化3つ、光コンボ強化3つで、10強持ってるってことで、サポートとしても活躍できるし、パーティーの底上げ、火力の底上げでも使えるし、自分自身も火力が出るということで、かなり優秀なんじゃないかなと思います。なんだけどあんまり使われてないんだよね。マシンで炎光っていうキャラクターあんまりいないから、結構アントマンアイアンマン強いって言われてるけど、サブで結構悩んでる人いるんじゃないかなって私思ってて、でここでヤオヨロズ私注目したんだよね。なんでかっていうと、ボックスにそれしかいなかったんだよね。で使ってみたら案外強かったみたいな感じです。で本当はね、もっと強い先銃とかに挑みたかったんだけど、このパーティーの弱点として一つあるのが、回復力が、かなり間に合ってない部分はある。一応対策として、そこのゴーザンゼのところ、ゴーザンゼのところを違う回復系のキャラクター、例えばだけど、あのおっぱいが大きいキャラクターとかにすれば、多分だけど間に合うと思うんだよね。だけどちょっと火力不足のところもあったりとかで、かなり攻略は難しいかなっていうのが個人的な意見ですね。だからあんまりおすすめしません。これ使うぐらいだったらマジでリズレットとかトリスナツルーとか使った方が楽かな。あとアンタレスループとかもあるので、そっち作れる人は作った方が絶対楽かな。あとは最近だとキャプテンマーベルを使った編成、キャプテンで使うのとかも流行ってて、攻略結構難しいんじゃないかなと思いますね。アントマンアイアンマンでやってる人いるのかな。私あんまり YouTube 他の人の動画見ないからわからないんだけど、やってる人がいたらそっちの方参考にした方がいいかなと思います。言っとくけど、このパーティーでは無理だね。戦時もその前の百式とかも。だけど意外とちょっと注目してほしいのがこれね。ヤオヨロズおっぱい、間違えた、ヤオヨロズモモのスキルが3ターンで打てんの。で、木ドロップを消せなくなるんだけど、水ドロップを光、水ドロップを火に、闇ドロップを光に。だから、アントマンとアイアンマンの指定色を必ず作ってくれるっていう、盤面に色があればね、作ってくれるっていうスキルが、この3ターンで打てる。で、アントマンも2ターン、アイアンマンが、大体3ターンか2ターンかで打てるので、ほぼ欠損がないという点においては、評価していただきたい点であります。の代わり、他のギミック、雲とか、毒とかっていうのも対策はほぼできてないから、高難易度ダンジョンは、ほぼ厳しいかな。だから、こういうノマダの最終階層とか、火力だけ必要なところとかに攻略に行く分だったら全然いいかなって感じですね。で、毎ターン打てるので、全然、いつでもどこでも炎と光が生成できる感じです。一番効果力は、枝豆コンボドロップ作りつつ列かな。だけど適当に使っても大体レアウェルズが42億出てるね。一番最高の火力が出てる、さすがといったところでしょう。火力だけは素晴らしいパーティーなので、ここは注目していただきたいところであります。火力だけはと言いつつ、ちょっとごめんね、今日暴露しちゃうわ。ごめん、あんまりね、最近嘘つくとジンマシン出るんだよね。ごめん、火力だけはピカイチって言ったけど、ごめん、あんまり火力出ないかもしれない。ちょっと最初の回復力がうんたらかんたらって言った時点で、うーんってなる人いると思うんだけど、一応間に合うのよ。回復自体は全然間に合うのよ。だけど、殴り合ってると、数ターン殴り合ってると回復が欠損して終わってしまうっていう感じになってきて、自利品なんので、数ターン殴らなきゃいけない理由っていうのは火力不足なんだよね。ワンパンができなかったりとかするから、全然これでも足んないの。攻撃力80分の1とか50分の1とかにされちゃうと。で本当はこれじゃなくて、そっちの戦時とかやりたいって言ったじゃないですか。これ今この受けてるダンジョン、妥協の妥協なんだよね。降臨であった100分の1にするゲリラのやつに挑もうと思ったの。それが妥協案としてもこれで動画出すかってなって、ちょっとやったんだけど、さっき全然勝てなかったね。火力不足で全然勝てなかった。これでも足んねんかと思って、だからごめん、絶対真似しない方がいいわこのパーティー。で一応あれかな、
ヤオヨロズおっぱい、いや、まあ、ヤオヨロズモモも結構火力出るんだけど、一番火力出るのはまあスパイディかな。この子が10強10強、あとは2ウェイを4つかな持ってくれてるの でしかも自身のこの個人的に上げるエンハンスを持ってるので、まあほぼカンスト出るかな、裏まで光まで32億出てるね。オッケー出てる感じで、まあヨーロズも出るけど、まあスパイダーマンの方が実は強かったりもする。まあさすがにサイリアだもんね、マーベルコラボの。そこまでちょっと、まあ、注目されてないキャラクターに今日焦点当てようと思ったので、ヤオロズおっぱい、間違えたヤオロズモモにしてるんだけど、まあご注目はスパイダーマンかな。マーベル引きました皆さん。私ね引いたんだよ、アントマン2回出た、サイリアそれぐらいかな、あとはドクターストレンジとか、アイアンマンこれ自分のなんだけど交換した、あんまりしたくなかったけど交換した。でもね、あんまりいないんだよねフレンドにアイアンマン使ってる人で。しかもアイアンマン今回はあんまり潜在覚醒振ってないんだけど、フレンドで出てんのってリダスチェン体制ついちゃってるから、だから使えないわけじゃないんだけど、リダチェン必要ないじゃないですかフレンドの方に。だからもう自分で持ってきたいなっていう意味で泣く泣く交換したね。私ね、もう交換したことなくて、いつもコラボキャラとか、なんでかっていうと自分のボックスのキャラクター愛してるから。今ちょっとかっこよかったでしょボスだね。まあボスは一応ね、向こうがね残ってるんで、盾で別にどんな変なチョコパズルしても一ターンは耐えられるんで全然大丈夫だと思います。でアントマンね、最高の耐久値どれぐらいだろう、まあ、かなり高いと思うね。スキル使った時 HP も2倍になるし、でまあ半減のキャラクターとかも入れとけばそれこそマジで最強って感じかな。これ多分いけないからちょっと耐久値見ていこうか。無理かな、コンボ重なっちゃって、ちょっと一発、あ、まあいいや、オッケー。